日秩コンツェルン。日秩コンツェルンは、野口従うによって設立された、日本窒素肥料、日秩、現在の窒素、事業会社としては、JNC を中心とする財閥である。15大財閥の一つ。1906年、野口従うが、曽木電気株式会社創立。1908年日本カーバイド商会と合併し、日本窒素肥料を設立。石灰窒素、硫胺の製造に成功し拡大した。その後、人研工業、合成アンモニアの製造にも成功。朝鮮にも進出し、巨大化。工業中心の財閥を形成。設立者の名字をとって、野口財閥とも呼ばれていた。第二次世界大戦の敗北により、総資産の 90% 近くを失い、戦後の財閥解体により、日秩コンツェルンは解散した。大学を卒業した野口は、福島県郡山県死亡石会社の技師長として、水力発電事業に取り組んだ。次に、シーメンス東京事務所に移ると、同じく水力電気事業のコンサルタント、エンジニアリング、電力利用設備のマーケティングを経験した。1906年独立して、曽木電気を起こすと、鹿児島県川内川に、出力 880kW の水力発電所を建設した。また、熊本県水俣まで送電して、45人の商工場ながら、藤山恒一と日本カーバイド商会を設立した。野口はこれを石灰窒素肥料の一貫生産とすべく、シーメンス社の前、東京支社長、ケーラーの尽力を受け、1908年イタリアで石灰窒素製造特許の保有会社シアナミド社から日国内での製造権を譲り受けた。またベルリンでは発明者の博士から手術の伝授を受けた。特許権を手にした野口は、曽木電気と日本カーバイド商会を合併、日本窒素肥料株式会社を設立した。出資の関係から、大阪商船社長の中橋徳五郎が会長となり、野口は専務取締役、藤山恒一は常務取締役となった。日秩コンツェルンは、この日本窒素肥料を中心に発展を遂げることになる。当初の石灰窒素事業は、必ずしも順調ではなく、藤山が世界で初めて連続的生産方法を開発したものの、製品の窒素含有量が少ないなど、技術的課題があった。工場で製造を指導していたのは藤山であったが、創業間もない企業として製品化を急いでいたこともあり、野口は藤山を押しのけ悪戦苦闘の末に最初の製品を作り上げた。しかしこのことで、藤山は日本窒素肥料を去り、三井の資本で電気化学工業を設立し強力な競争相手となった。1914年の第一次世界大戦の影響で、それまで日本市場の過半を占めていたイギリスからの硫胺の輸入が途絶し、硫胺の市場価格は3倍近くに急騰し、高値は1918年まで続いた。日本窒素肥料は国内原料と自家発電を利用していたため生産費の上昇がなく、大戦中に大きな利益を上げた。得られた資金を原資に、事業拡大を考えていた野口は、戦争が終結したヨーロッパに1921年、赴き、ドイツのグランツシュトフ社のビスコース人造検視技術、イタリアで最新の飽アンモニア合成技術の導入を決めた。この二つの技術を実現するために、ベンベルグ検視製造の朝日技能織物、アンモニア合成の延岡工場が建設された、いずれも現在の旭化成の前。人研糸を処理するときに得られるニトロセルロースは、綿化薬の原料であり、平和産業から戦時産業へ転換可能な製品である。また、過挫冷式アンモニア合成法の導入により、森徳明の昭和肥料、現、昭和電工と激しく競争しながら日秩は、国内総生産工の多くを占めるに至った。野口は、水俣工場、延岡工場を拡張しながら、さらに、朝鮮でも大規模硫胺製造業の建設を行った。1925年6月、朝鮮総督府から二馬高原の鴨緑江支流の付箋港の水利権を得て、20万キロワットの付箋港、発電所を建設した。これにより1926年1月に朝鮮水電株式会社、翌1927年5月には朝鮮窒素肥料株式会社が設立された。1933年5月には長津号、1937年1月には巨川港の電源開発に着手、合計12カ所の発電所で87万キロワットの電源を確保した。これら二馬高原に建設したダムによる大電力を利用して、ダム群の日本海側にあたる環境、南道観光群には江南、永安、本宮の3工場が建設された。これらの工場では主に合成アンモニアを原料にした、硫胺、硫リガンなどの肥料が製造されたが、他にも、油脂、石炭低温貫流、アルカリ、カーバイド、火薬、金属精錬など、多角的な化学工業が展開された。江南地区には、朝鮮窒素肥料など10社を超える子会社、関連会社が設立され、面積は1980万メートル、従業員は4万5千人、家族を含めた総人口は18万人に達していた。設備能力では、水電解設備は世界第1位、硫胺は年産能力50万トンで、世界第3位と、世界屈指の化学コンビナートに成長した。これらの事業の中心は、水俣の本社工場とともに、朝鮮の江南地区に置かれた。さらなる事業の拡大のため、豊富な水源を有する鴨緑江本流の電源開発に取り掛かり、満州国政府、朝鮮総督府との共通事業として、7つのダムによる165万キロワットの発電計画を策定した。1937年8月には、水豊発電所の建設に着手したが、堰堤900メートル、高さ106メートル、貯水湖の広さ345キロメートルと、霞ヶ浦の2倍、人造湖としては、当時世界第2位の規模であった。水豊発電所の70万キロワット設備は1944年には、ほとんど完成していたが、第2期70万キロワットの設備は、工事半ばにして廃線を迎えた。鴨緑江の電源開発と並行して朝鮮の廃岩工場で石炭直接液化によるガソリンエタノール、江南地区の龍沖工場で航空機燃料のイソオクタン、水豊ダム下流の青水工場でカーバイド、アセチレンブラック、ナムサン工場で合成ゴム、吉林では人造石油の製造にも取り組みが続いた。これらの他にも中国の河北、台湾、海南島、スマトラ、ジャワ、マレー半島、シンガポールなどでも製造、電源開発、鉱石採掘などの事業を試みたが、いずれも1945年の廃線により事業半ばに終わった。主要拠点である朝鮮の資産など全財産の8割を喪失し、GHQ の財閥解体令を待たずに日鉄コンツェルンは実質的に瓦解した。野口が日鉄コンツェルンを成長させた手法にはいくつかの特徴があった。一つ目は当時の先進技術を活用したことである。当時最新の化学工業技術を特許とともにヨーロッパから導入した。当時の野口は貴重な知識を有する技術者であった。当時東京帝国大学電気工学科の卒業生は1から4人。野口の年次に初めて10人を超す在籍者となった。また事業確立のためフランク・カローの特許を入手する際には、三井、古川などの既存大財閥との競争になったが、シーメンスに勤めた人脈を最大限に活用できたことも大きかった。シーメンスとの友好関係はその後も変わらず、ドイツからの技術導入とシーメンスの日本での発電事業、電力応用設備市場拡大相互依存関係を続けた。二つ目は、電気化学の工業化事業モデルを確立したことである。電気化学では、ダム建設による水力発電により、電力を確保し、大量に供給される電力を利用して、電気化学工場で肥料、火薬を製造する。電力が安いほど競争力が得られることから、大規模化のメリットを享受しやすい構造を有しており、朝鮮半島北部の豊富な水資源、特に鴨緑江に注目して、朝鮮へ進出することで、装置産業としての効率を上げることができた。三つ目は、政商としての側面である。窒素肥料は近代化の遅れた日本の農村ではあまり需要は伸びず、日露戦争の反動不況から経営危機に直面したが、第一次世界大戦の勃発により、火薬の原料となる硫酸、チリ硝石の需要急増で大きな利益を得ることができた。また当時朝鮮総督の宇垣一成や軍関係者は、朝鮮半島の軍事工業基地化を目指しており、日実には好意的であり、様々な融資を引き出すことができた。さらに水豊かダム建設などの巨大プロジェクトにおいては、満州国政府、朝鮮総督府との国策的な共同事業として、事業資金についても便宜が図られるなどした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。